どうもムーピースチャンネルの親方です。畑平です。今日は映画イエスタデイを見てきたので感想を話してみたいと思います。はい。まず全体の感想としてどうですか？まあ、もちろんあのビートルズのネタも出てくるし、うん、ビートルズやっぱすごいよなってみんながなってくれると嬉しいから、なんだかんだ言ってビートルズファンはまた違う楽しみ方があるけど、うんうん、まあ、全体としては結構軽いラブコメって感じで、まあそうだね、まあまあでも俺もまあそんな感じで、まあ、思ったより面白かったっていう。あ、そう、もうちょっとなんかワンジャムしかつまんないんじゃねえかみたいなちょっと思ってたから、その予告編見て。そうだっけ？そうみたいなのがあったから。普通予告編って面白いとこだけ凝縮されてるじゃん。それ見て見に行って意外にそうでもねえなってことあるけど、予告編で超つまんねえと思ったけど、思って超えたっていう。あ、そう。そうそうそう。で、まあビートルズ関連のビートルズファンへのサービスみたいなのは結構あって、うんうん、それは多分ビートルズのファンじゃない人はちょっと気づけないかもしれないんですけれども、何個かあったね。あ、まあそのビートルズの曲とかに絡めて、そう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 、絡めたセリフとかが結構入ってるっていう。で、まず最初は、まあ、一番最初にその、まあ、主人公がちょっとバスで事故っちゃって、うんうん、でもうなんか世界がまず停電するんだよね。そう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 、12秒ぐらい全世界が停電して、 その間に主人公が自転車乗った時にバスに轢かれるんだよね。そう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 、でガーンとなって意識を失って、なぜか世界がそう停電してる時瞬間に気を失ってたっていう。その後にまあ病室で、まあ、ちょっと幼なじみの女の子と看病してくれた女の子と話してて、うんうん、そこでまあ主人公がふざけてエリーね、そうエリーと、そうエリーと話してて、エリー、うん、エリーね、で主人公が64歳になっても面倒見てくれんのみたいな。そう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 、いつものノリでね、いつものノリでみたいな、フェナイ64の感じでね、そう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 、感じで行くぜみたいな感じで言ったら64歳なんで64歳みたい たいな、あれがなんか最初に主人公あれおかしいぞって思うシーンだもん、うん、あれそう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 、おやおやみたいな、うんみたいなっていうシーンがまあ皮切りに、うん、まあ、何個かあって、例えばその次にその歯医者に行くシーンもあって、あ、あったね。そう、歯医者に行くシーンで、まあ、それはなんか歯医者さんが、いや実は僕は君のお父さんの代から治療してるんだよみたいな、まあ、そうやってね、そのいろんな友達の助けを借りてこの店は成り立ってるみたいな、その友達の助けを借りてるってとこが With a little help from my friend っていうセリフになってたりとか、そういうのきっかけに主人公はどんどん思い出していくんだよ。そう、 あの曲だとか、そうとか状況とか、ね、そう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 、まあ、状況とかで言うと、その主人公が幼馴染が、さっき言ったそのエリーが中学校の教師をしてて、その中学校にちょっと押しかけに行くみたいな、あったね、雨の中行くんだよね、雨の中押しかけに行くってシーンがあって、その生徒たちが、先生の彼氏じゃんみたいな、ヒューヒューみたいな感じで生やし立てるシーンがあって、でそのシーンで、まあ、なぜかマックスウェル・シルバーハンマーを思い出すっていう。なんで気づかなかったの？いやいや、そこだって、まあ、普通に言ってたけど、ね、マックスウェルがだっておかしいじゃんそれ。そうなんだよ、あれ人殺しの歌だから、そうそうそう、よくわかんないよね、まあ、教室イコールマックスウェルみたいな、もう結構安易な発想だと思う。あ、そうだったのか、うん、多分ね、それは全然気づかなかったね。そう、まあそのぐらいかな。でも曲名がかかってるのはそんぐらいか。そうだね、曲名が入ってる。あとなんかヒアカブダさんとかがロサンゼルスのあったかい太陽のシーンになったら、ね、ヒアカブダさんがかかるとかはあったけどね、うん、そういうのは。そう、でもまあセリフで入ってるのはそんぐらい、まあそんぐらいかもしんないね。まあその後まあいろいろあって、まあ主人公はビートルズの曲を、まあ要は自分のものにしちゃえと、まあそうそうそう、だからみんな覚えてねえから、ビートルズなくなっちゃったから、この世界主人公はうだつが上がらないんだよね、ミュージシャンとして。一応音楽やってんだけど、ヒット曲も曲もないし、全く才能がなくて、そう売れないけど、たまたまそのビートルズが世界からなくなって自分だけ覚えてると、どうやらだったらこれもいただいちゃえと。でまあ自分の曲として発売したら、まああれ、まああれよあれよっていう、まあそうだね、まあ結構意外とこリアリティあるんだよね。そうそうそう、すぐあんまりスターになるわけではなくて、そう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 、結局ダメじゃん。結局ビートルズいい曲があっても俺次第じゃんって思ったりもするんだけど、徐々になんか徐々に人気がね、おやこいつなんか光るものあるぞみたいな感じで、で徐々にスターになってって、まあ、結局、まあ、アメリカにね行くことになるんだよね、いろいろあって、まあ、いろいろあってアメリカの大手の多分レコード会社かなんかと契約することになって、うん、いやあれだよ、エド・シーランが出てくる。あ、そうか、エド・シーランな、近所にエド・シーランが住んでんだ、俺それがまずおかしいと思って、なんで近所にエド・シーランが住んでんだって、ね、でもエド・シーラン結構良かったね、意外に演技上手くなかった。まあまあ確かに、あんまりしかもそんなにいい役、いい役ってかっこいい役じゃないのに、そうそう、ないのに情けない役だけど結構ちゃんとやってる、いい感じです。まあまあ、まあ、それでアメリカに行くことになって、結構どん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 名字に行き出すんだよね。そう、それで、で行き出すんだけど、その、まあ、アメリカに行った後のシーンでまたちょっとビートルズ関連のシーンとしては、うん、まあ、リバプールに行くっていうシーンがあって、もう主人公がそのビートルズの曲を
自分のものにしてるんだけど、まあ、正直あんま覚えてなくて、なんかどっかあとちょっとなんだけど歌詞が思い出せないとか、あれなんだっけとかやっぱあるんだよね。もう確認もできないからないから、もうないから CD とかも全部なくなっちゃってるんで、思い出すためにもうリバプールに行くっていうシーンがあって、行くんだよね、まあ、それがちょっとまたビートルズファンにはまあサービス的な内容になってて、ね、まあビートルズゆかりの例えばストロベリーフィールズ孤児院とかペニーレインの通りとかをまあ結構歩くっていうシーンがあったりして、でよくよく見るとそのペニーレインで覗き込んでんのがペニーレインの床屋さんっていう、あらしいね、歌詞に出てくる床屋さんっていう。そうなんでしょう。俺そこも全然気づかない。いや俺もちょっと最初気づかなかったけど、あこれ床屋じゃんっていう。俺はただあの窓に主人公の顔が映るじゃん。なんでそこでなんか自分を再認識するみたいな、あ俺ヒゲ生えてたんだみたいな、そんなことはなかったと思うけど、そういうシーンかと思ったのさ俺。あとまあストロベリーフィールズはなんか取り壊されてたよね。あなんか壊されてたよね。そう現実はあるんだけど多分。あそうなの、本当はあるんだ、わかんないけど、わかんないわかんないけど多分あると思う。あそうなんだ、本当はあるけどやっぱ取り壊されてるっていう設定だったんだ。エリナ・リグビの墓とかね。あそうエリナ・リグビの墓ね、あれ本当にあるんでしょ、あれは。うんエリナ・リグビはそれ知らなかったね。それを見て確かにポールが曲を書いたみたいな。それは結構すごい話、ね、まあね、まあそれが残ってるんでしょ。他人の墓を見て曲を作るっていう結構なかなかできない。まあその凄さを言ったわけじゃなかったけど、発想としてはなかなか、それが残ってるのがすごいねって。まあ確かにそうだね、まあ、ね。そうか、知らない人の墓を見て、知らない人の墓を見て曲を作るっていうのはなかなかちょっと発想としては。ただこれここのユアプールのシーンで、うん、未だにちょっとよくわかんないシーンがあって、うん、だからマージートンネルに主人公が行くんですけど、そのマージートンネルでなんか普通に歩いてたら突然ハローグッバイを思い出す、思い出すっていうかなんか文字が流れてくる、そうハローグッバイっていう文字が流れてくるっていう、それが全くよくわかんない、うん、マージートンネルがまずわかんないもん俺、まあ、マージートンネルも確かに俺よく、まあ、マージートンネルは多分マージービートとかそのビートが言われてたから、言葉ではそうだけど歌詞とかに出てくるっけ。いや歌詞には出てこない、でもマージービートに多分ゆかりがあるんだろうね。最初俺はハローとかグッバイっていうセリフが出てきて、あそうハローグッバイ思い出したのかなと思ったけど、なんか全然出てこないし、だから俺はまあ普通に主人公がいわゆるこっからもうスター街道行くじゃん、ロサンゼルス行って、主人公はもうどんどんトントン拍子に有名になっていって、でも彼女のエリーはずっと地元にいて、そうだね、細々と中学の教師を続けていくから、そこの一番キロになるシーンで、こっからガーッと離れてくるシーンって意味で行ったんじゃないかって、まあ今言えって言われば言えるけど、その時思ったわけじゃないけど、ね、あそこがもうハローグッバイだったっていう、これがちょっとよくわかんない、未だにちょっとわかる方いたらちょっと教えてほしいんですけど、まあそうだね。ただそのすごいの反響がトンネルの、あトンネルのね、わわわわわっていう反響がすごかったから、それがハローグッバイのわわわわわわ Do you say を来たのかなっていう、気づく人いるっけ。いやそれだからファンでもエコーで気づくっていう、っていうあれハローグッバイでエコーだとかそうエコーが似てるみたいなかもしんないけど、まあね。でまああとはやっぱビートルズ、またビートルズの話でいくと、うん、一番サプライズはやっぱジョンが出てくる。ジョンが出てきたね、まさかのジョン登場。俺ジョンとも思わなかったわ、あれ最初分かんなかったもん、それすら。いや出てくる前に気づいたわ。でもあそうなの、俺は、うん、俺ただのホームのレスかなと思ったからただのフルーシャみたいな人が訪ねるってシーンかなと思って、まあ、ホームにいたけどね、ホームに。そうかそうか。でも後々考えたら確かにビートルズがないって設定だから、ジョンも要は音楽やってなくて、そうなんで、ただの人もちろん暗殺もされてないから、そのジョンに会いに行くっていうシーンなんだよね。そうそうそう、生きていた場合のジョンに。そうそうそう。でジョンっぽくもないじゃん別に。どっちかというとムツゴロウさんっていうか、なんかファーマーみたいな感じじゃん。ファーマーとムツゴロウもちょっとよく分かんないけど、これ声は真似てたけど、正直俺はジョンじゃない人が出てくるのかなあそこでっていう風に思ってて、ポールとかリンゴが、俺もポールは予測した。そうそうそう、なんか主人公以外にも2人ぐらいビートルズを覚えてる人がいて、たまたまその人たちが意外になんかバラしてくるかなと思ったら好意的なんだよね。そう、ありがとうあなたのおかげでビートルズがまた聴けるわ、世界に残ったみたいな、そうそうそう感じ で、あなたの助けになると思うからこの人のことを尋ねなさいって、なんか紙をもらうんだよね。そう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 、これ誰かん家に行くから、そう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 、まあ、ポールかリンゴだろうって、まあポールかな、リンゴだとちょっとあれだからちょっとあれっていうかいや、ビートルズ、まあ、リンゴでもいいんだけど、うん、ポールの話が多かったから、イエスタデーとかポールのこと出てくるのかなと思ったら、まさかのジョン。しかもなんかGジャンとGパンスタイルでね、あの、そうだね、ダーティーマックスタイルね。そこはなんか活かしてたね。ダーティーマック全くそれを連想しなかったけど。あ、そう。そうか。あれ、まあ、それをまず思って、あれこれダーティーマックスタイルじゃん。ダーティーマックスタイルか。これロックンロールサーカスのあれじゃん。あ、ヤブルースの。あれが一番ポイントじゃないのこの映画の。そういうことなのか。あれだっていう。あ、ヤブルースの時の服装じゃん。ヤブルースのあのミッチミッチルってやってたあれじゃんっていう。あ、じゃあ違うのか、あれ。意識してないのか。あとなんか俺は気づかなかったけど、壁になんか絵が飾ってあるんでしょ。あ、そう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 。ジョンの家に入ると、
壁に絵があって、それがそのジョンって結構絵を描いてるんですよね。あ、好きだよね。そうそうそう、実際のジョンも、実際のジョンも絵を描いててよく、うん、でそれっぽい絵が貼ってあって、だから最後セリフかっこいいよね。あ、そうだな、主人公になんか言うんだよね。そうそう、愛する女に愛を伝えろみたいな、俺はなんか信じるまま、そうそう、戦ったみたいな。そうそうそう、で俺も結構女のことで揉めたみたいな。ああ、そう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 、ね、女のことで揉めたっていうのがちょっと陽子のことを匂わせてたりとか。まあジョンカーがそう言われちゃったらそうなっちゃうよね。陽子みたいな。まあまあ分かんないけどね、違う時間ビートルズいないから、そう違う時間分かんないけど、なんかちょっとそのまた女のことで揉めてるっていう、お前は掴めよみたいな、うん、そうそうそう、そのまま信じるまま行けみたいな言うんだよね。で最後なんかちゃんと精神科行った方がいいぞみたいな。そうそうそう、最後だけ、最後だけジョンはジョンっぽいじゃんみたいな。そうそうそう、ジョン出た。そこで俺、ああ、じゃあジョンかと思ったの。それまで気づかなかったけど。まあビートルズ関連としてはやっぱそういう、そのさっき言ったそのジョンとリバプールと、あとまあ曲名がいろいろ被ってるっていうのがやっぱ結構ファンとしては嬉しい。言いたくなるよね。あ、これはあれで、そうそうそう、これはあれでみたいな。で、まあそのビートルズとかはもうあんま関係ないですけど、あとはまあオチ、うんうん、個人的にはちょっとなんかビビったというか。サプライズだったっていうか、まあこれも勝手にはもう俺がまあアホみたいに予想してただけなんですけどアホみたいに予想することはないけど、アホみたいに予想してたんですけど、難しくねえか逆に。アホみたいに予想するオチはどっかで、あ、これビートルズいなくなっちゃったけど最後はビートルズがやっぱいる世界に戻るんだろうな、うん、俺も思った。それはどうやって戻るんだろうみたいな。そうそうそう、いつどうやってこれ戻るのかな、そうそうそう、ビートルズどうやって復活するんだろうみたいな。もう一回停電するの安易だしさ、もう一回引かれんのかみたいな、バスにみたいな、なんか思ってたけど、まあ、まさかの戻んないっていう。そう、戻んないっていうね、普通に終わるっていう。俺もだから戻んないかいっていう。そうそうそう、なんかそのだから予告編で、予告編好きだな、予告編。そう、予告編結構見てんだけど、予告編で、うん、なんかね監督が出てきて、これはビートルズへの僕たちからのラブレターだみたいな。ああ、そうなんだ。ほど言ってたんだけど、いや結局もう消滅かよビートルズって。ビートルズ消滅する映画じゃねえかっていう。まあ確かにそうだよね。ラブレターなのかっていう。届かないしな。謎のね。でまあ他にもね、いろいろなものがなくなってんすよね、あの世界は。ああ、そう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 。コカコーラもねえし。なかったね、コーラも。タバコもねえし。あ、タバコねえんだっけ。タバコもねえんだよ。タバコねえんだ、そういえば。そう、久々にタバコが吸いてんだったら、そうそうそう、はタバコって何みたいな言われんねん、みたいな。で最後に、なぜか分かるんですけど、ハリーポッターもそうそうそう、あそこはちょっと笑っちゃった。ハリーポッターもなくなって、まあ、オアシスもなくなってんだけど、ね、いやオアシスはなくなってないでしょ。オアシスなくなってるから、あれなくなってんの。なくなってっからあれ。だからあれは主人公があのもう気が動転してるから、いろんなのがちょっとチェックしてくるんですよ。なんかググって、これはない、あこれはあるんだとか言って、でオアシス調べたら、オアシス、あのいわゆる砂漠のオアシスが出てきて、これもねえじゃんとか言って、俺だからそういう笑いじゃないの、あれは本当はオアシスあるのに。ガチでもなくなって、あれはだってオアシスって言葉が超有名じゃん。ワンダーウォールも出てる。ワンダーウォールも有名じゃん。有名じゃないから、有名じゃないから、ジョージ・アイズのアルバムあって、あそうじゃあ、オアシスもじゃなかったのか、ないないないなくなってたのか。俺そういうジョークだと思ったから、俺一人で、でもオアシスがなくなってんのはまだビートルズ、あそういう関連のバンドだから、ううか、まあ多分なくなってるっていう。確かに笑ってんの俺だけだったわ、うん、でまあというわけでね、映画イエスタデイの感想をちょっと喋ってみましたけれども、あちょ最後にちょっといい、はい、ここ最近さ3つ音楽系の映画あったじゃん。あった、クイーンのボヘミアン・ラプソディと、うん、エルトン・ジョンのロケットマンと、今回の、うん、まあ今回のちょっと違うんだけど、電気ではないんだけど、一応全部見たじゃん。見た。どれが一番良かった、どれが一番良かったっていうか、他のと比べてどうだった。ちょっとむずいけど、なんかそういう人多分、まあ、多分ゼロだと思うけど、うん、俺以外に、まあ、ぶっちゃけ、まあ、イエスタデイが一番、あ今回の、うん、ゼロでは僕は分かんないけど、いやまあ多分ゼロだと思うんだけど、あそうゼロかな、いや、まあ、もういるんじゃないかな。ボヘミアン・ラプソディがめっちゃ人気だったから、まああれ人気だったよね。そうそうそう、圧倒的に、あれがもう圧倒的だった。俺はエルトン・ジョンなのよ、ロケットマンの。あロケットマン面白かったけどね、結構。でも2位は今回のだね、確かに。ああそう、俺もロケットマンが2位だな。まあでも史実とちょっと違うからね、電気と。あっちは構えちゃうからさ、まあ、どうしても、ほんここどこだみたいな、違うんじゃねえか、これ何年だみたいな。そうそうそう、エルトン・ジョンでかくねえかとかってなっちゃうから、それで小さいな。そう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 、そういうこう探す感じになっちゃうから、ちょっと今回のがまあさ気軽に見れるしさ、まあね、まあ、あとビートルズが一番燃え上がるしね。まあ結局ね、一番好きだし、うん、だから構えることなくさ、知ってる人も知らない人も、そう友達とかさ家族とかでも、そう家族向けの気軽に見れる、楽しめたって感じはあるよね。なんか深く考えることもなく、うん、まあ、ビートルズの曲、シンプルにビートルズがいなかったら、そう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 、いっぱい聴けるしね、ビートルズの曲も、うん、でも総評としてはまあ白い点ってことになる。白い点を結構辛口だな。辛口で、まあ、白い点、白い点、ね、ああなるほど、白い点ね、うん、白い点、じゃあ白い点ということで、では最後までご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。はい。
願いします。